タマ、フィリピンエクスポ、大きいろ。おはようございます。はい、おはようございます。はい、これからフィリピンエクスポ行ってきます。はい、はい、ドラゴンボールね。ドラえもん、ウルトラマン、仮面ライダー、懐かしいな。はい、今日の朝食、カップラーメンと、で、それおにぎり。このコンビネーション最高だよ。で、この後ね、上野公園で観光して、で、そこからフィリピンエクスポ行きます。明治維新の立役者、西郷隆盛。で、隣にいるワンちゃんがツン、最後のラストサムライ。で、これが将棋隊。はい。で、新選組と俺はさ、幕府のために命かけて戦った。で、この、西郷隆盛の像の裏に将棋隊の墓があるっていうのも面白い。健康祈願と縁結び。で、ほら、俺らの旅ってまだ終わってないじゃん。そういう意味で俺らの健康祈願も兼ねて、あと縁結びはカブトムシとのね、縁が結ばれますように。で、さっきからさ、アゲハめっちゃ飛んでるね。見つからないで持ってくればよかった。おお、これはインスタ映えするわ。まあ、超短いけどな。で、これが清水観音堂で、ほら、清水は、そう、京都の清水は模して今建てられたっていうね。で、あそこのさ、松の木あるじゃん、ね、あそこから不忍池、見ることできるって。そう、あれが不忍池のお堂、で、これが上野大仏。上登ってっから。これあれさ、第二次世界大戦の時にさ、金属が不足して、で、顔だけ残っちゃったでしょ。そうそうそう。だからそれだけ日本ってもういろんなものがなくなってたの。上野東照宮。旧東照宮五重の塔。で、上野動物園、相当歴史古いからね、ここも。140、まあ、パンダで言うね。歴史あるから。え、ゴリラにうんこを投げられたっていう歴史があるから。そうそう。で、フィリピンエクスポもうすでに始まってるんで、行ってきます。行ってきます。じゃあ、フィリピンエクスポやってきました。はい。ということで、フィリピンエクスポ2023、楽しむぞ。おお、はい。乾杯。乾杯。はい。スーパーブラック。ああ、うまい。はい、有名 YouTuber 見つけちゃいました。はい。フィリピンエクスポ最高。ありがとうございます。はい、じゃあこれちまき、ちまきかな、わかんないけど。
どうすか、マサラッポ、マサラッポ、長い長いレッドホース、いただきます。フィリピン焼きそば最高、ビーフも最高。バブツーさん、あれバブツーさんですか。はい、どうも。あれ去年僕らマナテのあのコラボで、コラボ前回でしょ。はい、TV のいつ起こってくれるかっていうのを僕ら7月のその後半のとこの時にちゃんとご設定させていただきます。あのもう1年経ってるんで結構利息溜まってますけど大丈夫ですか。あの利息っていうのは女の子のリリースドリンクが溜まってますよ、僕らじゃなくて。大丈夫ですか。できない1本ぐらい入れてやるよ。いやいやいや、マジですか。2本は、2本はダメ、2本ダメ、高いもん、高いもん。いやいや久しぶりだね。でもね、最近どうなの、昆虫。昆虫ってますよ。ただフィリピンを、フィリピン各地を旅してる大冒険家なんで、昆虫は、昆虫じゃないの、まあ、いや、山下さんよ、冒険の中で、山下さんよ、カテゴリーに昆虫があるだけで、昆虫って言っちゃうと、レッドホース、はい。じゃあ、ジャック、久しぶり。久しぶりです。乾杯。ジョリビーの店員見つけたね。いや、しかもこれ、本物らしい。ジョリビーの店員ね。最高。いらっしゃいませ。日本出店。ついにね。第1店舗。上野で、はい、オープンします。ジョリビー、最高。すごい。めっちゃ緊張しました。AMW の YouTube で動画ぜひ見てください。はい。ブラカオリ、ブラカオリ。有名YouTuber会いましたよ、ブラカオリ。まさかここで会えると思わなかった。有名じゃない。いやいやいや。気づいたのお前。ありがとうございます。フィリピンエキスポ最高。マルミソのマッポ、フィリピンエキスポ最高。じゃあ、はい、じゃあフィリピンエキスポお疲れ様。バイバーイ。久しぶりの居酒屋。はい、じゃあ今日フィリピンエキスポ楽しかった。はい、楽しかったです。高い、高い、高い。で久々の居酒屋ね、ここ飲み放題、2時間1100円。ほんとね、やっぱ日本の居酒屋っていいよね。フィリピン飲み放題ってあんま聞かないからさ。今日梅水晶ね、これお前の大好きやね、大好物だ。いただきます。こりこり梅とね、あのサメの軟骨だよね、めっちゃうまい。これはね、ほんとに病みつきなんですよ。はい、あっちゃ、はい、オッケー。はい、じゃあ、みんなで乾杯。はい、じゃあ、乾杯。日本酒でね、日本酒で乾杯。飲みやすい。やっぱさ、日本酒漬け盛り合うよね。美味しいな。すみません、お刺身。これもね、日本酒合うんですよ、本当に。日本酒うまいね。総重の100倍うまい。総重の全然違う。本当全然。日本酒はマジでフレーバー総重よりも全然うまい。はい、これからバスで青森にかかります。さよなら東京。
綺麗だな。